皆さんこんにちは。リンゴがとっても大好きな毒蛇が青森県弘前市からお届けする旬のリンゴ情報、弘前リンゴ日記 YouTube 版。今回はシナノレッドを紹介します。はい、こちらとっても綺麗な赤色のリンゴ、ちょっとまあこれは小ぶりな感じのリンゴだったんですけれども、綺麗な赤ですね。シナノレッドです。長野県で、生まれたリンゴということなんですけれども、あのね、こう何かと何かのリンゴを掛け合わせて新品種を作ったり、突然変異で新しい品種ができたりするみたいなんですけど、このあのシナノレッドは、片方の親がツガルということでですね、毒蛇食べた感じはやっぱりツガルっぽいなっていう印象がありました。やっぱりこの早い時期のリンゴに見られる、こうなんていうんですかね、ちょっと味が軽めで食感も軽めというような印象ですかね。あのいろいろネットとかで見ると食感は硬いって書いてるものもあるんですけど、もともとは硬いのかもしれないけど、やっぱり早い時期のリンゴなんで柔らかくなりやすくって、毒蛇が食べる頃には、まあ、大概柔らかいことが多いということで、こういうイメージなのかもしれないですね。はい、そんなわけでお味の方は軽くて食感も軽め、まあ、爽やかな夏のリンゴっていう感じですかね。でも本当綺麗な赤色ですね。シナノレッド今日は紹介いたしました。美味しくいただきました。ではまた。